今回のガンダムの好きなのがですね、レーザーロックっていうやつです、ね。ジオンの兵隊同士の交信なんですよね。シャーが乗ったカプセルがガウ攻撃空母っていうですね、巨大な飛行機にですね、着陸するシーンがあります。兵隊同士のやりとりが、見えたぞ、侵入角度浅すぎるぞ、了解した、レーザーロックスタンバイ、いつでもどうぞ、レーザーセンサー解放頼むぜって言って着陸するで。着陸したこれ瞬間なんですねで。ガウ攻撃空母の中にこのでっかい スペースシャトルみたいなのがスポッと入ってきた時に、こいつがこう腹ばいになって、あ、これが今までこの更新をやってたのかっていうふうにわかるんですけども、このちょっとしたリアリティ、腹ばいになってるというのは何かっていうと、 巨大に見えても、所詮、飛行機は飛行機なんですね。格納庫はでかいんですけども、それを見張る人間のスペースっていうのはですね、そんな大きいわけじゃないんですね。だから、ここに本当は兵隊を立たせることもできたんですけども、この位置に立たせてしまうと、こいつのサイズがすごい小さくなっちゃうんですね。そうすると、表情までが読めない。それよりは、こいつに腹ばいにならせるっていうですね、ちょっと思いつかないようなポーズを取らせることでですね、ちゃんと表情も読めるんですね。